こんにちは。こんにちは。経営ナビ、今日も始まりました。コメンテーターは北海道大学の平本先生とハッピーアロンの森さんです。どうぞよろしくお願いします。ます。さあ、今日のテーマは今人気爆発中。そうです。アウトドア。はい。キャンプ。はい。いいですね。太蔵さんは全くイメージはないですけれども、ええ、そうですね、うん、僕のアウトドアは大通公園でビールを飲むぐらい、うん、いや実はねちょっと縁遠いんですよ。あら、そうでしたか、今、はい、こうした、ね、情勢ですから、うんうん、外で過ごす時間もでも必然的に増えてると思うんですよね、うん、でもね興味はあります、うん、やっぱ子供連れてあげたいなっていう思いはあります、うんうん、よかったです、はい、その思いないのかなってちょっと思ってよかったですあります、はい、楽しみにしてきました、はい、そうしたブームがありましてやはり人混みを避けるということもキャンプでは叶うということで、うん、今一気にブームの熱が高まっているところです。道内では続々とキャンプ場が新設されているんです。はい、こちらが新しくできたキャンプ場となっております。結構な広さがありますね。そうですね、サイトは10サイトほどなんですけども、これからもちょっと増設とかは予定してたりして、今後どんどん改善していく予定です。札幌西区のワンダーランド札幌、もともとは釣り堀やバギー、サバイバルゲームなど屋外レジャーが楽しめる施設だが、この4月に急遽キャンプ場を新設した。この分だとこれはちょっと春からやばいなと思いまして、でキャンプ場やんなきゃダメだっていう話をもう3月ぐらいから雪時計と一緒にもうすぐもう作業してですね、たまたまねコロナで暇でしたしね笹や木が生い茂るバギーコースと畑の一部を整備して13区画のキャンプサイトを作った。もともとですね、お客様から、札幌にキャンプ場が少ないということで要望があって、実は5、6年前からちょっと準備はしてたんですけども、まあ、今回いいきっかけとなったのかなと。もう、はい、全然売り上げも何もなかったもんですから、はい、ワンダーランド札幌では夏場は国内の団体客、冬場は雪遊びを求めるインバウンドの客が売り上げのほとんどを占める。コロナ禍ではその両方の収入が断たれるとして、近郊から個人客を呼べるキャンプ場の整備へ迅速に舵を切った。札幌中心部から車で30分以内という立地の良さもあり、これまでにおよそ60組が宿泊した。札幌から車で10分ぐらいで着きました子供を連れて初めてなので近くて安心ですまあ今時代が時代なんで、ちょっとなかなか室内でみんなで集まるっていうのも、まあこういう野外だったらまだ少し軽減されていいのかなと思って。初めてぐらいな感じで、もうちょこっとなんです。みんななんか今流行ってるんで、コロナで近郊からの集客に成功した一方で先の見えない現実もある。インバウンドについてはどうですか？難しいですよね。まだしばらくね、やっぱりワクチンや薬がっていうのが出てこない限りはなかなか難しいのかなと思ってまして、 90% 近いの海外からのお客様でしたね。団体とかで、団体とか、あと個人のお客様です。外国人観光客の戻りは当面見込めないものの、今月は大阪からの修学旅行の予約が3組入った。ゆっくりと客足は戻りつつあるという。またキャンプ場の設置はレジャー施設ならではの相乗効果も生んでいる。キャンプ場やってなかった時はバギーのお客様、バギーのお客様、釣りのお客様といいますかって交わることがなかったんですけども、もうこういうキャンプやることによってサバゲーを始めてくれたりとか、四輪バギーをやっていただいたりとかっていうふうに、まあ、ちょっとリンクしていくようになってたもんですから、そういう意味では良かったのかなと思ってます。はい、森さん、キャンプ場が賑わっているようで、はい、すごい賑わってましたね、はい、そうですね。私以上そんなに行かないんですけれど、またママ友がやっぱキャンパ行ったよっていうのをよく SNS で見たりとか聞いたりはします、はい、上げてますよね、うん、はい、なんか会社のなんか教育の一環としてもやってるところもあるんですって、うん、そうなんですよ、はい、東京の会社がキャンプ場に来てそこで研修をやるっていうのも今増えてるようなので、活用の場が増えてるような気はしますね。なるほどね。いろんな商品も使いやすく、初心者でも使いやすくなってるっていうところもあるようなんです、ね、テントとか難しくないんですか？意外と
こうなんていうんでしょう、単純な仕組みで作れるっていうものは増えてるようですよ。こんな風にこう二人でふわっと立てられたりとか。いやこれがなかなかね。まあどうぞ、はい、そうですね、はい、そんなキャンプ場ですけれども、うん、こちらの数字ご覧ください、はいはい、実は今年に入ってからですね、北海道オートキャンプ協会によりますと、うんうん、10カ所くらい道内で新しいキャンプ場が増えているということなんです。すでに333箇所もあるんですか。あるんです、うん、たくさんあるんです。すでにあってさらにまた増えてる。で今現在は第二次ブームと。そうなんです。ちょうど平成元年頃に流行った時に子供だった子供たちが、うんうん、今大人になって家族を持って、うん、さあ今こそまたキャンプに行こう、うん、そんなブームも牽引してるそうです。うん、先生解説お願いします。はい、この30年間で、ええ、まずはキャンプ場がものすごく整備されましたよね。そうですね。例えば車でキャンプサイトに乗り付けることができるところも増えたし、うん、あと電源が設置されていてね、うん、昔だったら発電機を持ってないと電気が使えなかったんだけれども、うん、そういったことも困らなくなりましたよね。割と初めての人でも昔よりハードルが下がったんじゃないかなっていうような気はします。私あんまりキャンプ行きませんけれども。行かないですか。ごめん、行かないです。そうなんですか。先月、はい、4連休だったじゃないですか、はいはいはい、あの時に息子と、2人で、まあ、お墓参りに帰ってきたんですよ最近。その時に、ね、ピップの近くに、ね、スキー場があって、はいはい、その麓が今キャンプ場になっていて、でその近くが、ね、釣り堀になっていて、うん、温泉もあって、うん、だから、うん、キャンプしてる人が釣りをやったり温泉に入ったりという、うん、なんか確かに VTR あるようになんか相乗効果があるんだなと、ね、ちょっとテントは張らなかったんですけどね。申し訳ないことに。これからでも、これからやってみたいなっていう気持ちになってきてます。はい、はい、さあスタジオの熱も高まってきていますけれども。申し訳ございません、はい、ね、お知らせを挟んで続いてはですね、このキャンプから町おこしを目指す室蘭の話題です。はい、